手を繋いで帰ろうよ、シャングリラの向こうでへ、は、今井正幸による日本の儀曲。今井の原作、脚本、演出、主演により2009年に、初演、2010年及び2014年に再演された。奈良橋洋子監督、カビラ自衛主演により映画化され、2016年5月28日に公開された。 特攻隊員の姿を描いて1988年の初演以来国内外で繰り返し上演されたびたび映像化もされた今井の代表作ザ・ WINDS ・オブ・ゴッドのパート2との位置づけで2009年2月に執筆された戦争のシーンが全く出てこない作品であることについて争い事を戦争で表すのではなくなぜ人間というのは そうやって争い事を起こすのだろうというのを何とかうまい方法で描けないものだろうかと思って考えたのがこの手を繋いで帰ろうよですと語っている生と死という重厚なテーマをモチーフに自分探しの旅に出た主人公が旅先で出会った女性との会話を通じて中学生から49歳までの過去を回想しつつ人生宇宙神や自分とは 生きることとは、などといった様々なテーマを問い続けていくロードムービーのような旅の物語である。2009年秋に東京、名古屋、大阪の3都市にて初演され好評を博し、翌2010年に全国公演、さらに2014年に再演されている。軽度の知的障害を持つ真人は、中学校の特殊学級で同じ障害を持つ先楽と出会い、 不器用な愛情表現を交わしつつ成長して、やがて結婚する。しかし、新人は、先楽を守るために犯罪を犯してしまう。新人は、先楽と約束していた、新婚旅行に思いを馳せつつ一人車を運転して、姫路から伊勢神宮へ、自分探しの旅に向かう途中、ヒッチハイクしていた、女性、玲子が車に乗り込んでくる。 レイコに桜楽の面影を重ねつつ上舌なレイコと車の中で交わす会話を通して、神とは、歴史とは、人間とは、といった疑問が投げかけられ、先楽の残した謎々、エッチとゼニの間にあるものってなんだの答えが次第に明らかとなる。やがて、伊勢神宮に到着すると、レイコが車の中に置き忘れた箱の中から思いも、寄らないものを見つける。出典 7プロデュースボリュームに、手をつないで帰ろうよう、シャングリラの向こうデーとして、2009年11月11日から11月23日まで、東京、名古屋、大阪の3都市にて上演。薩摩宝山プレゼンツ、手をつないで帰ろうよう、シャングリラの向こうデーとして、2010年9月1日から9月26日まで、東京、新宿スペース107など全国11都市、 全21公演にて上演。リブマックスプレゼンツ、手をつないで帰ろうよう、シャングリラの向こうデーとして、2014年3月19日から3月31日まで、大分、神戸、大阪、東京の4都市にて上演。2014年10月27日から10月30日まで、東京、加古川、北九州の3都市にて上演。2015年に他界した、 今井正幸による脚本を主演のカビラ自営、監督の奈良橋洋子ほか今井にゆかりあるキャストスタッフによって映画化今井の一周期にあたる2016年5月28日に公開された。英代はホールドマイハンド台本は2014年中に完成し、当初は今井自身の主演が予定されていたが今井の病状の悪化に伴って今井と進行の 深かったカビラが代役を務めることとなった。公開に先立って、島全部で、大きな祭り第8回沖縄国際映画祭にて2016年4月23日に、初上映された。今井の3回期に当たる2017年5月28日に、DVD が発売された。サウンドトラック DVD、ありがとうございます。